カズトです。はい、ムーンです。名探偵コナン第3巻レビュー会、はい、レビュー会ですね。こちらになります、ね、はい、はい、第3巻はですね、まあその表紙にも出てますが、はい、船クルーズ船ですね、はい、旗本家の一族という話がまず最初に出てきます、はい、3巻にして、うん、王道ミステリーが来ましたね、はい、あの戦場で、はい、登場人物が多くて、はい、次々と犯人に襲われていくという、はい、ザ・ミステリーという形を取った話が、ね、これね、はい、人気高いです、この話。なるほど、うん、これね、僕見たことあります。ああ、そうですか。正直。ああ、まあまあまあ、僕ら世代はね。うん、なんか、多分その、アニメですか。なんていうの、まとまってる本みたいなのあったりする。あれで読んだのか、ちょっと定かではないんですけども。あの、非常に人気の高いさ、あの、お話でして。一作になってます。うん、はいはい。まあね、その、旗本家、一族が乗った、クルーズ船っていうのかな。はい、そこに、まあ、毛利小五郎、毛利蘭、それからコナン君も居合わせてですね。はい。うん。で、まあ、あの、事件が起きていくと、はい。うん。で、犯人は誰なんだっていう。本当王道ですよね。そうですね。うん。非常に面白くて。うん、でね、僕この話で、結構好きなのが、うん、犯人の動機。うん。僕やっぱなんかね、この、コナンの話で、注目してみちゃうのは、犯人の動機なんですよ。はいはいはい、うん。なんでこの事件を起こしたんだろうとか、うん、なんでそんな怒ってんのとか、はいはい、あっていうのも最後わかるじゃないですか、はいはいはい、うん。それでね、結構その映画でもそうだし、漫画でもそうなんだけど、その一個の話の評価をしたくなる人間なんですよね。はい、で、僕このね、旗本家の話はね、犯人の動機とか、うん、最後この毛利小五郎、まあ眠りの小五郎ですか。はい、犯人言い当てられた時に、はい、うわーみたいになるじゃないですか、犯人も、はい、だその感じとかも結構子供の時に見て、ああなんか面白い、好きだな、うん、この感じっていうのが覚えてるんで、うん、最後ね、犯人の動機はこれですよっつってね、うん、絵をね、そうですね、うん、こう見せるんだよね、はい、パラパラっとめくっていくと、うん、まあ、あることがわかるっていう、はい、犯人がずっと描いてた絵があるんだけどね、その絵でこうわかるという、ね、僕これで、あの、犯人が分かった原因というか、うんうんうん、あるじゃないですか、うんうん、絵描きさんが絵を描くときに消すときに使うもの、うんうんうん、あれをそれを初めてこれで知って、うん、で高校生の時に担任の方が美術の先生で、うんうんうん、その美術室に行った時に食パン置いてあって、うん、あ、本当に使うんだって思ったんですよね。ほう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 。それはその時はなんかこれ記憶あったんですか、この話。ないんかい。いやでももうどうだろうな。その食パン見て、初めてちょっと、あ、コナンでやってたような気がする。ああ、は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 あ。なるほどね。うん。だからやっぱ前にも話したと思うんですけど、子供の時に見てたコナンの知識がそこでね、うんうん、出てくるわけですよ。そうですね。うんうんうん。あ、本当なんだっていう驚きというか。うんうんうん、で、やっぱそれがすぐ推移に生かされてるんだよね。うんうんうん、この話はね、結構おしゃれです、僕のイメージは。イメージとしては。すごいおしゃれな、まあ、おしゃれって言っていいのかな、なんかそんな感じがしてて、うん、結構好き。で、この3巻は、この旗本家の話ともう一個の話、うん、要は2つしかないんですよ。結構そのボリュームがあるんですよね、このクルーズ船の話がね。その旗本家のお話で3分の2ぐらいは。うん、使ってますからね。使ってますから。うん。だから結構、人気は高いです、はい。はい。読んだことない人はぜひ読んでみてください。うん、今読んでも、あ、なんか、結構面白いって、ちゃんとしたミステリーだなって思えると思う。はい、うん、で、二つ目の話がね、誘拐事件ですよね。誘拐事件です、はい。奇妙な贈り物。あ、です。奇妙な贈り物ですね、はい、スタートしてますね。はいはいはい、プレゼントがね、たくさん届いて。で、結局その、なんだ、子供が誘拐されちゃうんだよね。うん、犯人は誰なんだ、なんで、うん、子供を誘拐してるんだ、うん、最終的な目的は何なんだっていう。うん、まあ殺人事件ではないんですけども、誘拐事件なんだけど、結構ねこれもあれだよね、前にムーンさん言ってましたけど、愛なんだよね。愛なんですね。これ2本とも愛だよね。そうですね。動機はね。動機はね。そういうのは結構ね、やっぱ子供にはその動機部分って難しいんだけど、うん、だからそういうところはやっぱ子供は大人にも向けてるんですよね。はいはいはい、大人が読んでも面白いなって思える動機、犯人の動機になってたりとかするんだけど、はい、でこの誘拐事件はその誘拐事件もまあもちろん面白いんだけど、それと同時進行で、初めて
蘭姉ちゃんがコナン君を疑うんですよ、うん、この子新一なんじゃないかっていうね、はい、うん、結構やってますよね、この話でね。で、コナン君、俺結構もう好きなシーンがあって、コナン君がそんなことないよ、アハハハハみたいな、はい、ね、確か見開き1ページ使ってたんじゃないかな、アハハハハみたいなこと言ってんだけど、その後ろで工藤新一の顔が描かれてて、うん、気づかれたーみたいなシーンがあるんですよあれね、今見るとシュールでめっちゃ面白いバレたーみたいなで、ああ、もう、あははって言いながら、気づかれたーって。そうそう、気づかれたーっていう。そりゃ気づかれるでしょみたいな。そうね。感じなんだけど、だから、すごい面白かったなっていうのはすごい記憶にあって。そう、あ、なんとかごまかさなきゃで、おもちゃで遊ぶっていう。そう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 、ゲームしてね。ゲームしてね。このゲーム面白いみたいなね。で、そのゲームが実はヒントになっててっていうね、話の展開も結構面白くて。はい、で、この話の終わりでさ、ランちゃんがずっと疑ってたから、うん、コナン君は秘策をね、対策を練ってあって。なんと、アガサ博士が、うん、蝶ネクタイ型変声機で、はい、ランちゃんに電話してくるっていうね。まあ、アリバイですよね。アリバイです。そうなんです、アリバイです。だから、結構、笑えるし、なんだろう。今言ったそのアリバイもそうだけど、うん、読んでる子供たちに、その、巻を追うごとに、知識を与えてってくれるんですよ。うん、で、もうこの、知識はあるよね。はい、じゃあ、これで笑えるよね、みたいな、はいはい、展開の作り方なんですよ、コナンって。だそれがね、うまいな、っていうね。うん、面白い。結構だから、この3巻に関しては内容結構分厚いですね。うん。その根幹に関わる部分じゃないけど、うん、しっかりとミステリーだし、うん、そう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 。しっかりと事件性のあるものというか。うんうんうん、で本当に初期の頃の漫画の中では、うん、結構ね、5本指に入るぐらい僕好きです。ああ、なるほど、うん。この2つの話はね、はい、ぜひ3巻も読んでいただきたいなと。はい、うん、で、あと1個だけ本当小ネタなんですけど、はい、裏表紙ちょっと写してもらっていいですか。はい、僕のアイコンはこの3巻なんですね。これね。そうなんです。はいはいはい。これ好きですよね。これ大好きなんです、私。この小五郎の絵。小五郎がね。はい。昔から好きで、もう断るごとに私このアイコン使ってるんですけど。なるほど。はい。やっぱ小五郎ってこうなんですよ。ちょっと頭ボサボサで、はいはい、もうだから前日この絵だけで全て物語ってんだけど、前日飲みすぎてるからもうネクタイも締めれないんですよ、もう酔っ払ってますからこれ。ちゃんとボタンも締めれてない。そうなんです。森心ってこういう人物なんですよ。はい、うん、だからね、ぜひ、参加も皆さん読んでみてください。はい。はい。そんなわけで、じゃあもうガンガンいきますんで、はい、次回第4巻。第4巻ですね。うん、第4巻はですね、結構、ワクワクドキドキする話も、うん、ありますんで、はい、うん、楽しみにしててください。はい、過去の、劇場版の動画なり、はい、クソみたいなクイズ動画なり、はい、はい、キャラの紹介動画なり、はい、いろいろとコナンについて喋っておりますので、はい、過去の動画を見てください、はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ次回のレビュー動画でお会いしましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。